京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山岡、対するファイターズの先発はルーキーの生田目、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の生田目マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは福田。第5球投げました。見逃し三振。バッターは2番宗。さあ、投球は5球目投げました。5球目ストライク。次は6球目投げました。低めのボール引っ掛けた。ピッチャー右横のフライになりました。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番吉田。第4球を投げました。147キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。1回の裏が終わりまして、ファイターズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者ロメロ。投げた、ストライク。147キロストレート。投げた、外、空振り三振。ロメロ全くタイミングが合いません。さあ、5球は5球目、投げた、空振り三振。バットアウト、3者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたい。さあ、6球目、投げた、打ちました。生田目掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。生田目3人でピシャリと抑えています。2回が終了しまして、0対0、両チーム無得点です。3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは西浦。投げた、打ちました、ライト前ヒット。西浦、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第5球投げました。あーっと、ショーフライになった。バッターアウト。バッターは9番松井。投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました。打った、三遊間の打球、あっと抜けた。ボールは中継。松井ナイスバッティングです。ファイターズ先制のピンチを迎えます。見送ってボール。第3球はスローカーはストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。インコース引っ張った、ライト前のヒットになります。二塁ランナーそのままホームへ向かった。バファローズ1点先制。福田タイムリーツーベースヒット。ファイターズなおもピンチが続きます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、宗、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第3球打ちました、痛烈、抜けた、センターからサードへ。バファローズさらに1点追加。リプレイをご覧ください。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、吉田、今日の第1打席はスイングアウト。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ショート左へのゴロ。セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイです。序盤終了しまして、2対0、ファイターズ先制点を奪われています。4回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のロメロ。外角低め、空振り三振。生田目見事なピッチングです。投げた、見送ってストライク。まずは入れてきました、初球ストライクから。投げた、空振り、追い込んでから投げた、ボール。第4球を投げた、危ない球。第5球投げた、外角低め、見逃し三振。第5球投げました、危ない球。第6球を投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。さあ、リプレイです。生田目連続三振で切り抜けています。
4回までが終了しまして2対0、バファローズこの回0点に終わっています。5回の裏1点を追いかけますバファローズの攻撃。先頭バッターは西浦、直球ストライク、アウトローへ、ストライク。第4球を投げました。直球、空振り三振、4連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第1球投げました、危ない球。第2球投げました、変化球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません。投げた、外角低め、見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、打ちました、サード左奥のゴロ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは9番松井。第4球を投げた、打ちました、セカンド左アウト、3アウトチェンジ。生田目、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回までが終了しまして3対2、ファイターズ1点リードは変わり、バファローズ大展開で迎える6回です。バッターは大城、投げた、スローカーブ、空振り三振。バッターは2番宗。第3球を投げた、これは引っ掛けた、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番吉田、今日は三振と、ショートへの取ってアウト、3アウトチェンジ。生田目、この回シャッと3人で抑えています。中盤まで終了しまして4対2、ファイターズ2点リードは変わりません。7回の裏、バムローズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは指名打者ロメロ、ここまで2打席連続三振。投球これから4球目、ストレート、空振り三振。バッターは5番モヤ、ここまで2打席連続三振。投げました、ストライク。第2球投げました、打った、ファースト強襲、そして今拾い直した、記録はヒット。ファイターズ見事勝利を収めました。さて今日のヒーローは勝利投手の生田目、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました。